はいどうも皆さんこんにちは。今回なんとね、ちょっと学校の友達にね、めっちゃ勧められたゲームを実況していきたいと思います。そしてガチでこれ初めてやるゲームです。はい、これはね、リアル殺人ゲームと言ってもよろしいゲームではないのでしょうかだと思いますでございます。だけどね、これ本当にめちゃくちゃリアルなんですよ。まずこれ何をやればいいの？あ、あった。遊び方って書いてあるぞ。なるほど。殺人犯はどうやって勝つんだ？おお、なるほどね。これ本当に、今の動画見て、めちゃくちゃグロいです、本当に。多分ね、僕のチャンネルでやったゲームの中で一番グロいゲームだと思います。やばい。これ録画しようかな。やめよう、どうしよう。皆さんマジでマジで、これはね、冗談抜き。ほら、ほんとこれ冗談抜き。冗談抜きでマジでグロいので、そういうの苦手な方、本当に見ないでください。僕、責任負いませんよ。まあ、やってみましょう。クイックプレイ、説明してなかった。このゲームは逃げる人と殺人犯がいるんですけど、逃げる人はあるエリアの中にいます。そして殺人犯もそこにいるんですけど、ジェネレーターが4つあるんですよ。そして、逃げる人の目的は、そのジェネレーターを全部なんか、発動させます。4つとも発動させることができたら逃げれるんですよ。はい。で、その殺人犯はそれを止めるのが目的です。はい。やっていきましょう。OK、皆さん、始まりました。これが私でございます。ちょっと待って、これめっちゃリアルだぞ。これ、ガチリアル。あ、待って、仲間がいた、仲間あれ。よ、仲間さんクソビビった、ちょっと待って、これホラーゲー並みにビビります、僕多分これ。許してよ、オーマイゴー、オーマイゴー、ホーリーシューイ、バカモリ。どうもこんにちは。気づいてくれ。僕はここにいるんだよ。一緒に頑張ろうぜ。よし。殺人犯がどこにいるのかもわからない。あ、待って、これジェネレーターの一つじゃない？多分そうです。いきます。そしてオッケー。あれ、やばい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 。ジェネレーターが爆発したぞ、今。ちょっと待って。多分分かったと思う。爆発する前に丸いやつが回転したじゃないですか。一瞬だけ。その時にスペースに合わせてボタンを押すのかな、多分。もう一回言ってみよう。スペース準備。これ一回ね、友達がやるの見たので、危ねえ。 OK、 できたできた。はっ、 OK、 そこに合わせるんだな。来い。仲間が殺された。怖い。やばい、ミスった。最悪。 OK、 続けます。僕下手だ。遠くの方で吊るされてる。行くぞ。僕下手だ。もう一回やります。なんでもう一回頑張ろう。待って、焦っちゃう。マジで焦っちゃう。 OK、 できた。 OK、 できた。よし、ジェネレーターつけられた。 OK、 1個つけれました。これを4つやんなきゃいけない。のか。オッケー、もう一個見つけたぞ。これもう一回やります。いきます。これほんと怖い。ほんと緊張する。一回ね、これ友達の家で友達がやってるの見たんですけど、本当に殺人犯リアルでめちゃくちゃ怖いんですよ。もうあれはもう体も大きいし、なんか本当に想像できないぐらい怖いです。それは本当に。よしみんな頑張るぞ、頑張るぞ。今誰？あ待って、今殺人犯いたよね。殺人犯がちょっと暴走してる。待って。ちょっと待って。僕何してんの本当に。なんでこんなゲーム僕遊んでんの。仲間逃げて。オッケー、ありがとう。この人が救ってくれた。ここに一旦隠れよう。皆さん意外といけそうです。左下にオーマイファッキングガッド。クソビビった。みんなこれマジで見ない方がいいかもしれない。いや、もう遅いでしょ。No! 持ってかれる。こうやってやれば落とせるのかな、落ちられるのかな。この人からはぐれ、やめて。これガチでグロいので、ちょっと右上のね、僕の顔で想像してください。みんな怖すぎ。皆さんね、ちょっと今回短い動画になると思うんですけど、見てくれて本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いましょう。スイーツワンアディオス。本当にごめんね、今日の動画めちゃくちゃグロくてごめんなさい。